ボシャボシャ。おだっす。今日はですね、ちっちゃい石化ヒノキ持ってきましたよ。こちらです。ダダン。足元から見ていきましょうか。ぐるっと、まあ、全体像だな、まずは。すいません。全体像からいきましょう。これ正面で、ぐるっと回して、こういう感じ。はい。で、足元からいくと、こういう感じ。この小枝がいいですよね。ここから生えてる小枝、最高。で、裏もあると。まあ、なんかあった時に使いますね。この辺もいいね。やっぱ低いところにある枝っていうのはいいですね。で、ここが一応枝幹になってて、まあ、幹自体はそこまで古さは乗ってない、まだまだ若いっていう感じだけど、小さい鉢に入れて、まあ、何年も持ち込めばまあ良くなっていくでしょうね。枯らさない限りは。今日はこいつ持ってきたんですけど、そこまで大きい手入れをするつもりはなく、ちょっと気になるところ軽く剪定とか、まあ、枯れてるところあったら取り除いたりしていこうかなと、まあ、綺麗に、全体的に綺麗にしていこうかなと思って持ってきましたよと。茶色いところ、これほっといたら基質化、木質化してくれるんで、これほっといてもいい気がするんですけどね、まあ、枯れてるわけじゃない気がする。ちょっと焼けちゃってるけど、ほっといてもいい気がするんで、軽く手入れていきましょうか。この焼けたところが若干気になるんで、軽く取れるところ取っていきましょう。はい、こんな感じですかね。軽く取っときました。さっきよりはマシになったかな。で、あと中途半端に刈られて、他の枝枯れちゃってる、こういうところ黒ずんだところも除去して、細かいですけどね、細かいけど、こういう黒ずみがなくなるだけでも見栄えは良くなるんで、取っていきましょう。細かいですけどね、めちゃくちゃ見えるかな、この黒い点、ピントが合わない、この辺か。こういうのが少しでも減れば、緑が前面に押し出されてよく見えたりするんで、こういう黒い点ですね、こういうやつ。ちょっと取っていきましょう。こんな感じで全体的に、まあ、掃除する前に剪定した方がいいか、いらないところ。そうですねこいつは主幹がどこになるんだ、左かな右かな、どっちを主幹にするかによって変わってくるな。こっちで行くのか、どっちにしろちょいとここが長いんだな、ここ少し詰めましょうか。どこまで行くか、ここまで行っちゃうか、この辺りまで行っちゃいましょう。
裏のこの枝がちょっと長すぎてバランス悪いんで少し詰めときますね。この辺り一回いっときましょうか。もうちょい長めにするか。ハサミが刃先が入らないな。石化ヒノキはこの枝が詰まってるのがいいですよね。細かい長さの調整がしやすい。軽く落としておきました。ここね、この辺はまあいい気がするな。そのままあって、うん、で全体図を眺めて、まあもう少しモコモコさせてもいいかもしれないですね。全体的にこれももうちょいいっときましょうか。下の方から枝分かれしてモコモコしてくれた方がかっこいいんで、一旦切り戻し、切り戻してもう少し分岐を増やしてもらいたい。中の方の枝、これ枯れそうですね。こういうの、これとこの辺り、この刃先が生きてるから大丈夫そう。この辺中枯れるかもしれないけど頑張ってほしいですね。これ特にこの辺もちょっと頑張ってほしいな。ここ茶色いのあるな、取っとこう。ここにも茶色いのいますね。こういうのもしっかり取っときたい、取っときたいけど取れない遠いな。取れた、細いけど。OK、綺麗になった。ここあとざっと眺めて、これ長いな、いいか。こういうの気になるね。いいよ、こういうの取ればね見栄え良くなるんですよ。黒ずみ、でっかい石化ヒノキだとここまで手回んないんですよね。めちゃくちゃでっかい商品サイズになっちゃうと葉の数が増えて、こんな細かい手入れしてたらね一鉢やるのに1日かかっちゃうんで、1日で終わればいいですけどね。何日もかかるようだったらちょっとね億劫になっちゃうんですよね。手入れがめんどくさってなってやりませんってなっちゃうんですけど、ちっちゃいサイズだとこういう細かい手入れができていいですよね。鉢の数を増やしてしまうとこういう細かい手入れができなくなる。おお、いい感じいい感じ、綺麗になってきたぞ。で全体を遠目で見て、うん、もうちょっとこの辺育ってきたらかっこよくなりそうですね。これとかこの辺りとか育ってきて、もっこもこ下にもっこもこのごっつい枝、この枝もねしっかりと枝分かれ増やしてもっこもこで、これ大きくても良さそうですね。この辺まであってもこことここが充実してきて、でここは小さく維持して、で横から見た時にこの辺が足りてないんで、ここね、この辺も内側から出てきてるこういう芽たちで埋めていく。でこのサイズ感でこうもっこり作れたら
なかなか面白い木になりそうですね。で、樹高を測ってみましょうか。樹高が今、11.7 くらいかな。12センチ弱、10センチ以下にしようと思ったら結構詰めないといけないですね。ただまあ石化ヒノキなんでどっからでも切れるから、まあ、頑張って切ってしまえば10センチ以下はサクッと達成はできそう。この辺まで一回行っちゃうっていうのも一つの手かもしれないですね。まあ、ただ刃数を維持したいんで今すぐ10センチクリアしなくてもいいかなという印象。ここの枝がこれか、もうちょっと枝数欲しいですね。こう裏にこの部分やっぱり枝が足りてないので、こいつの成長に期待。このサイズ感でしっかり小枝増やしてモコモコにしたらマジでかっこよくなると思う。これはいいぞ、これぞ総裁って感じですね。将来が楽しみ。この鉢なんであんまりこうさすがにザルとかに入れてるやつよりは成長は遅いと思うんですけど、ゆっくりゆっくり遅い状態でじわじわ伸びてくる枝を維持する方が見た目がいいんで、ビューンってビューンって伸びた枝をこう切り詰めたりするとまっすぐな枝ができちゃうんですけど、じわ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 って伸びていった枝ってやっぱちょっと雰囲気があるんですよね。そっちの方が作りがいがあるっていう感じ。主観をどこにするかによっても変わると思うけど、頭の方はもう少しじっくり見直してもいいかもしれないですね。いいな、下の小枝がいいな。これを大事にしたい。この枝これね、そのうち弱って枯れちゃう可能性もゼロではないけど、枯れないようにね維持していきたいところです。下枝充実したらかっこよくなるなこいつは。でこいつら上向いちゃってるんで枝が、まあゆっくり針金かけてグッと下ろしてあげてバランスを整えてあげれば、こうね、いい雰囲気出ると思います。はい、本当に細い手入れしか入れてないですけど一旦方向性は出たんじゃないかなと思います。いいですね。なんか僕が作る盆栽裏がかっこいいんですよね、いつも正面かっこよくなってほしいんですけど、こっち正面ね、正面から見た時よりも裏から見た時の方がねなんか雰囲気がいいっていう、なんか盆栽ボッサさんあるある。まあただ裏かっこよくてそれを隠してる感じもまたなんていうんですかね、日本的ないいとこ隠すみたいな感じで、それはねかっこいいんじゃないですかね。いいね、このサイズ感の石灰ヒノキ、これもこの子させたいですね。 OK、 じゃあこいつもオンラインストアに載せてるんでよかったら購入検討してみてください。うちにある限りはうちで育てて作っていきますが、僕が手を入れるたんびに値段上がっていくんで今が最安値となっております。はい、じゃあそんな感じで本日の作業は以上です。